セシリアあるいはセ・チェチリアはキリスト教の聖人。特にカトリック教会において有名な聖人であり、音楽家と盲人の守護聖人とされる。記念日は11月22日。英語ではシシリア、スペイン語ではセシリア、イタリア語及び中世ラテン語ではチェチリア、ドイツ語ではチェチリア、フランス語ではセシル内誌はセシール、古典ラテン語では カエキリアと呼ばれる。日本のキリスト教では、西方教会では、セシリアの表記が一般的であるほか、特にカトリック教会では、ラテン語の教会式発音に基づいてチェチリアとも呼ばれる。対して、日本のキリスト教の中でも、西教会では、キキリアと呼ばれる。カエキリアは、カエキリウス氏族の女性であることを示す名である。なお、 ローマ皇帝ディオクレティアヌスによってアフリカで停止した聖セ,セシリアとは別人である。ローマ生まれ。ローマ帝国の貴族。彼女が回収させた夫や友人たちと共に230年頃の皇帝アレクサンデルセベェルスの時代に殉教したと長らく伝えられていた。しかし、デロッシの調査によると、ボアティエ司教フォルトゥナートスが彼女は 皇帝マルクスはウレリウス・アントニノスの時代に176年から180年の間にシチリア島で非合の死を遂げたと記しているという。伝説によれば、セシリアは残守島のサンダを耐え抜いて死刑を中止され、その後3日間生き延びたという。聖セ,セシリアの殉教首に切られた跡がある。ローマのトラステベレチクには、セシリアを称え、 サンタチェチリア教会が5世紀頃に建築された。その後820年にはローマ教皇パスカリス一世によってさらに総霊に建て替えられ、1599年にはスフォンドラーティス基教によって再び改築された。パスカリス一世はサンカリストのカタコンベに葬られたセシリアの聖遺物をサンタチェチリアイントラステベレ教会に移した。この教会は ルネサンスの彫刻家、ステファノ・マデルノによる聖イセシリアの大理石像で知られる。像の前の石板には、聖女の墓が開けられた時に見た遺体をそのままの姿で、写したというマデルノの先生が刻まれていて、この先生が真実だとすれば、1599年に墓が開けられた際、聖女の遺体は千数百年を経てなお生々しく保存されていたことになる。 写実的に表現されたマデルノの彫刻は、スフォンドラーティス・ー・キ教ョの依頼によって制作された。セシリアは、伝説によると神を賛美するのに楽器を奏でながら、歌ったと言い伝えられており、これが様々な芸術分野において、霊感の出所となってきた。ラファエロやルーベンスによる像のほか、チョーサーのカンタベリー物語やジョン・ドライデンの有名な、オードがある。セシリアを称える。 音楽作品あるいは、セシリアの祝日のミサ曲は、パウセルや、アレッサンドロスカルラッティ、ヘンデル、リスト、グノー、パリーなどが作曲している。ローマのサンタ・チェチーリア国立アカデミア、サンタ・チェチーリア音楽院もセシリアにちなんでいる。ありがとうございます。